チロル州、チロル州、バイエルン5は、オーストリア共和国を構成する9つの連邦州の一つ。オーストリア西部に位置し、北チロルと東チロルからなる。州都は、北チロルにあるインスブルック。東チロルの中心都市はリエンツ。州都インスブルックでは1964年と1976年に、冬季オリンピックが開催された。 チロルの地名は南チロルメラン、イタリア語名メラーの近郊のチロル、イタリア語名ティローロに起源を持つ。ここにあるチロル城の城主であったチロル博が勢力を拡大した、結果、その領地全体がチロルと呼ばれるようになった。現地のバイエルン語ではティアローイ、ドイツ語ではティロール、イタリア語ではティローロと呼ばれる。また英語ではティロール、タイロールとなる。 日本語ではドイツ語名をローマ字読みしたチロル州が広く使われているが t i 都会の発音を区別する意図から最近はティロル州という表記も見られる。北チロルは西にフォアールベルク州、東にザルツブルク州、北にドイツのバイエルン州南部のバイエルンシュバーベン地方およびオーバーバイエルン地方、南にスイスのグラウビュンデン州と今日では イタリアのボルツァーノ自治県になっている南チロルに接している。東チロルは第一次世界大戦後の南チロル活上により飛び地になっており、北にザルツブルク州、東にケルンテン州に接する。チロル州はアルプス山脈の東部に位置し、全域が山地で占められる。このため夏は秘書と登山、冬はアルペンスキーのために賑わう。ザルツブルク州及び ケルンテン州との宗教に、オーストリア最高峰のクロースグロックナーさんが、バイエルン州との国境にはドイツ最高峰のツークシュピッツェさんがある。北チロルは中央を北東へイン川が流れており、その渓谷沿いにインスブルックをはじめとする都市が散在している。基本的には、バイエルンオーストリア語のうちの南バイエルンオーストリア語に属する諸方が、話されるが、北東部は、 中部バイエルン・オーストリア語の地域があるほか、北西部にあるロイテ軍北部は、北に隣接するドイツのバイエルン・シュバーベン地方と、同様にアレマンゴ系シュバーベン語の地域、最西部のランデック軍西部は、同じくアレマンゴ系の地域がある。現在のチロル州の地域に人類が居住し始めたのは、中石器時代にまで遡るが、ローマ帝国領となる前に、ここに住んでいた。 ライティア人について詳しいことは知られていない。紀元前15年にティベリウスとダイドルススはこの地を征服してローマ帝国のハントに加えライティア族州と乗リ組ム族州を設置した。西ローマ帝国の衰退後は東豪塔王国のついでバイエルン部族大公の支配下に入った。1027年新生ローマ皇帝コンラート2世は ブリクセン主教とトリエント主教を新聖ローマ帝国の帝国諸公都市、両主教領はバイエルンから切り離された。その進化だったチロル博は次第に力をつけて独立し、13世紀頃までにチロルの多くがマインハルト家のチロル博領となった。ハプスブルク家のオーストリア公、ルドルフ四世は1363年にマインハルトや最後の相続人であるマルガレーテ、 マウルタッシュからチロルを強引に相続し、以後チロル伯領はハプスブルク家へ移った。15世紀後半のマクシミリアン一世の治世時には、銀や銅、塩の鉱山が点在していたことから、ハプスブルク家は莫大な収益を上げていた。チロルで得た収入は惜しみなく、芸術に継ぎ込まれた。ナポレオン戦争中、チロルはプレスブルクの和訳及びシェーンブルンの和訳によって、 フランス帝国の同盟国であるバイエルン王国へ割上された。しかし頑固で誇り高いことで知られるチロール人はこの決定を良しとせず、アンドレアス・ホーファーを指導者として放棄し、フランス・バイエルン連合軍を二度にわたって破った。ホーファーは三回目の戦いに敗れて捕獲、処刑されたものの、現在でもチロールのみならず、オーストリア全土で英雄として称えられている。 結局、バイエルンによる支配は長続きせず、ナポレオンの没落後、ウィーン会議によってチロルは、オーストリア帝国へ復帰した。1918年に第一次世界大戦に敗れた、オーストリアイコール、ハンガリー帝国が解体されると、サンジェルマン条約によって、南チロルが、イタリア王国へと割上され、残りが第一共和制オーストリアの連邦州となった。1938年に、 ナチスドイツは、オーストリアと合法した、アンシュルス。北チロルは、チロルイコールフォアールベルク帝国大韓区に、東チロルは、ケルンテン帝国大韓区へ統合された。アドルフ・ヒトラーは、ベニート・ムッソリーニへの配慮から、南チロルのイタリア領有を承認していたが、第二次世界大戦末期に、イタリアが降伏すると、南チロルはドイツが併合した。しかし敗戦後、 南チロルは再びイタリア領となり、北チロルはフランスの東チロルはイギリスの占領下に置かれた。1955年にオーストリアは連合国との間にオーストリア国家条約を調印して独立を回復した。チロル州では1950年代終わりにアルプスを貫く高速道路やトンネルが開通し、州内で二度冬季オリンピックが開催された影響も、 あって、観光産業が盛んになった。近年は1995年の宣言協定などにより、国境を隔てたボルツァーノ自治県、旧南チロルとの交流が進んでいる。チロル州の衆議会は一員制で、定数は36議席、任期は5年である。直近の選挙は2013年4月28日に行われ、オーストリア国民党、 VP が39.35%の得票で16議席、オーストリア社会民主党、SP が13.72%の得票で5議席、緑の党が12.59%の得票で5議席、ホルベルツチロルが9.54%の得票で4議席、オーストリア自由党、FP が9.34%の得票で4議席、リステ、 フリッツ・ディンクハウザーが5.61%の得票でに議席を獲得した。同年に結成されたばかりのフォルベルツ・チロルが躍進する一方で、同じく地方政党のリステ、フリッツ・ディンクハウザーが選挙前の7議席から大きく議席を減らす結果となった。州首相は州議会によって選出される。現職の州首相は VP のギュンター・プラッターである。 第二共和制での歴代州首相と、その在任機関は以下の通り。チロル州は八つの軍、行政管区とも訳されるに分けられる。軍は自治体ではなく、行政事務を処理する州の出先機関である。一方州都のインスブルックは軍に属さない、検証都市に指定されおり、軍の業務も独自に処理している。は以下の通り。内は略記号と、 群長所在地である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。